さあ、鈴鹿を走っていこう。ラップのスタートに向け最終試験は大きく開いてから進入する。これでストレートエンドでの伸びに差が出てくる。世界最高峰のサーキットである鈴鹿がコックピットの前に開けてくるぞ。下りに入って第一コーナーへ。息を止めて耐えろ。コーナーがきつくなるにつれ体も G に締め上げられていく。出口の縁石に乗せトリッキーなセクションへ。慣性を利用し左から右へ返し、再度左から右へ返す。ここで重要なのは慣性と高速での方向転換だ。この連続コーナーで遅れを取らないようにしたい。上りを経てレグナーカーブへ向かい左へ寄せていく。出口左に縁石があるためスピードを出しすぎないように。さらに2つシフトダウン。レグナー2では縁石いっぱいを使って橋をくぐり第11コーナーへ。ストレートラインから減速し2速まで落とす。ここは遅くても80キロ以上で回りたい。縁石には乗りすぎるな。次の上りへのトラクションが無駄になる。スプーンカーブへ続く右コーナーへ入っていく。かなりの G を感じるだろう。スプーンカーブ前半の左カーブ目前で減速。さらに減速しタイトなコーナーに挑むが、続く上りに備え減速しすぎるな。上りに入って6速、そして7速へ。ここでカーズを使用。 130R は7速フルスロットル。サーキット最速のコーナーだ。息を止めて耐えろ。コースの端まで使っていけ。レースではオーバーテイクポイントになる。一気に減速し2速へ。右へ振り左へ返す。左の縁石は乗せていい。最終コーナーはいっぱいに膨らんで全開で立ち上がっていけ。これが鈴鹿のラップだ。
Thank you.
Thank you.